国鉄キハ56系機動車。キハ56系機動車。キハ56系機動車は、日本国有鉄道。国鉄九1961年から、北海道向けに設計、製造した、急行系機動車、ディーゼル動車である。本港のキハ56系は、同一の設計思想により製造された機動車を、便宜的に総称したもので、キロ26系。 キハ27型、キハ56系の3形式及びこれらの改造車を指す。キハ58系機動車の系統に属する、急行系機動車のうち、国間、多節な、北海道の気候に対応した、対艦大切装備を施されているグループで、急行系機動車の中で最初に登場した。それまで蒸気機関車の牽引する、客車急行列車が主流であった北海道において、 速度向上や設備改善に実績を上げた。1980年代以降、赤字ローカル路線の廃止や、急行列車廃止による余剰老朽化で廃車が進行し、2002年までに全車が運用を離脱、形式消滅となった。1950年代初頭、北海道の主要幹線に運転される、急行列車は、すべて蒸気機関車が経引する、客車列車で、 一般に鈍んであった。また北海道向けの車両は、特殊な体幹対切設,設備を要することもあって、潤沢には製造されない傾向があった。したがって、道内の車両数は常に不足しており、特に幹線の輸送力は逼迫していた。北海道での機動車優等列車は、1957年6月に、専門本線の串路川湯現、川湯温泉間に、 臨時列車として運転開始した準急マシューが最初である。これは普通列車用のキハ12型を用いたものであった。以後1960年頃までに札幌地区を中心とした機動車準急網が整備されたが、それらに使用される車両はいずれも普通列車用のキハ12型や、キ21系、キハ22型のみであった。一方、 1956年から製造された、準急軽機動車キハ55系は、日本全国に、準急列車のネットワークを構築する成果を上げ一部は、急行列車にも充当された。北海道でも、本州からの借り入れの形で、準急、アカシアに充当されたが、キハ55系はもともと団地向けの設計であるため、体幹対切対策が施されておらず、冬季を前にして、 本来の所属基地に返却する素が取られた。この実績に基づいて、再び本州から借り入れた、キハ55系を投入し、1960年7月1日から、北海道発の機動車急行列車、スズランが、函館札幌間に運転を開始した。全車指定席のこの列車は、函館札幌間を、室蘭本線、千歳線経由で、 函館本線を樽る経由の客車急行列車に比べて30分のスピードアップとなる5時間で走破した。もっとも55系の体感問題自体は解決しておらず、55系はこのシーズンの冬季には再び本州に返却され、代わって普通列車用のキハ22型で長編成を組んでスズランに充当している。スズランの成功は道内でも長距離列車における機動車の有効性を 強く認知させた。キハ55系を主体に運行が広まった、準急機動車列車は、1950年代後半、快適な居住性と高速性が高く評価され、全国各地で成功を収めたことから、急行列車についても機動車化を促進する機運が高まった。が、キハ55系はもともと準急用であり、急行用としては設備グレードがやや低いことから、 一ランク上の設備を備えた急行系機動車が計画された。これが後のキハ58系である。この計画の中には北海道用の大艦大切型も含まれており、特に輸送事情の逼迫した北海道向けに団地向けのキハ58系を差し置いて、いち早く開発が進められることになった。こうして1961年初頭に登場したのが本系列である。 広幅車体、高運転台構造、接客設備など多くのスペックは、後から製造された、キハ58系と同等であるが、国間地の北海道で運用されることから、先行開発された、北海道用一般車のキハ22系同様にさ、ままな体感大接装備が施された。外観で最もわかりやすい特徴である。採用理由は、 本州並みの大型窓では保温性に難があるためで、二等車の窓はキハ58型より上下寸法が 100mm 小さい。以前の北海道用車両と同様に20窓であるが、内窓には初めて FRP 製窓枠を採用した。一等車のキロ26型も連続窓ではなく独立した小窓としたのは同様理由である。 エンジン冷却水を利用する暖房方式である。本州向け車両との相違点は、床下ラジエーターと客室放熱器を直列配管とする方式をキハ22系並びに本系列では並列配管とし強力な暖房能力を確保た。キハ56.27型では、リノリウムや鋼板などを使わず保温性に優れる気張りとした。これには、当時の北海道では、 同期に雪靴、雪桁へ、滑り止め用金具を装着することが多く、木針以外では耐久性に名があったという事情もある。ドアレールや機笛など随所にエンジン冷却水を引き回す、温水管や電熱ヒーター、オーバークール防止用ラジエーターシャッターを装備するほか、エンジン本体には防雪カバーも装着された。ここでは、 各形式を番台区分して解説するものとする。なお、1961年3月落成の先行製造者キハ561から5キハ27、1から12キロ261から5については、その後の造備車とは主に以下のような差異が見られる。本系列の基本形式である2エンジン装備の二等車、1961年から1968年までに、 合計121両製造された。キハ58系における、キハ58型に相当する。国鉄機動車を製造するメーカーは多数、存在したにもかかわらず、本形式は210から214のみ、富士重工業が製造した以外は、すべて、新潟鉄工所が製造を担当した。1961年から1962年に、 かけて製造された初期系、キハ58系霊番台に相当する。1986年にキハ53型500番台に改造された6両を除き、1987年の国鉄分割民営化までに全社廃車された。1963年から1967年にかけて製造されたグループ、長大編成対応、詳細は、 国鉄キハ五58系機動車長台、編成対応車を参照の改良がされており、キハ五58系400番台に相当する。国鉄時代に2両が、キロ59型に、4両がキハ五53型500番台に、改造された。民営化時には、蒸気改造車と廃車となった108.110114を除いた41両が、 北海道旅客鉄道 JR 北海道に継承されたが2000年までに全車廃車された。なお148は札幌県での混雑緩和策としてセミクロスシート化され同時に JR 北海道の普通列車用の塗装となった。これは統計列に施された唯一の金鉱型改造例で主に薩沼線などで運用された。 1968年に製造された最終装備グループ、キハ 58K100.1500 番台に相当する番台区分で、車体断面の変更を含む改良が行われた。その最たる部分は、AU13 型分散式冷房装置7機をボルトオンで簡単に搭載できる構造の冷房準備工事が施行されており、客室や寝状のベンチレーターがなく屋根部の形状も、 従来よりフラットで高も、抑えめに外観の印象は大きく変化している。また前面窓はパノラミックウィンドウとなり、運転台下部にも廃照機、スカートを採用した。しかし、夏が短く猛暑日も少ない気候事情も考慮し、道内機動車急行の普通車への冷房搭載は、指定席車も含めて見送られたことから、冷房搭載改造はない。 1969年10月1日から1970年2月28日にかけて、キハ56系列を使用した特急、北斗が運転された。これは、大尾本線特急、翼用に申請された、キハ181系の落成が遅れ、本来ダイヤ改正前に、翼から捻出して、北斗に充当する予定のキハ80系が北海道へ。 転配できなかったことによる暫定措置であった。同列車の普通車には、車令の新しい本番台が充当され、北斗のヘッドマークも装着された。なお、特急料金は100円引きの減額措置が取られている。1986年に201.209212が、アルファコンチネンタルエクスプレスへ改造された。国鉄時代に、 自己廃車となった205を除き JR 北海道に継承されたが2002年までに全ての運用から離脱した。キハ56型と同型の1エンジン装備の2等車。キハ58系におけるキハ28型に相当する。1961年から1968年にかけ合計102両製造された。 1961年から1962年にかけて製造、キハ28系0番台に相当する4両が JR 北海道に継承されたが、1989年までにすべて廃車となった。1963年から1967年にかけて製造、キハ56系100番台同様の 超大編成対応車でキハ28系300番台に相当する。日本車両製造製の125から129は手違いから窓周りの赤11号の帯幅がキハ58と同寸、天地方向に太いで落成しており、その後も全県時の再塗装でも修正されていない。1973年に3両が 小座敷車キロ29型に改造された。残りの車両のうち22両が JR 北海道に継承されたが、2エンジン車のキハ56より早く1993年までに廃車となった。1968年に製造、キハ5 6六2 0 0番台同様の全面、パノラミックウィンドウの冷房準備使用車でキハ 28K500、2500、 1003000番内に相当する。全車両が JR 北海道に継承された。民営化後に6両が夜行快速列車、ミッドナイト用に改造転用されたが、それ以外は、比例棒のまま1997年までに廃車された。本系列唯一の新生一等車で、1961年から1968年に、 かけて28両が製造された。キハ58系における、キロ28型に相当する。本州以南用の急行系電車、起動車の一等車とは異なり二連窓ではなく、座席一列ごとに独立した一段上昇窓が一枚ずつ並んでいる。車内は、キロ28型と同様のリクライニングシートで、定員もキロ28型と同じく52人である。 床は普通車とは異なりリノリウム張りとした。なお、車体断面形状、トイレ並びに洗面所位置の設計変更を実施した、キロ282309から2314.2508から2518に相当するグループは製造されていない。1961年から1962年にかけて製造、キロ28系ン番台に相当する。 当初は、非冷房であったが、1964年から1968年にかけて、AU13 型分散式冷房装置6機と、自社給電用の4 d q 1 1 p 冷房用発電装置を搭載て冷房化された。1985年3月14日のダイヤ改正で北海道うの機動車急行列車の、 クリーン車が全廃されたことで用途がなくなり、国鉄時代の1986年までに廃車された。1963年から1966年にかけて製造。キロ28系100番台に相当する。101から103は一体と同仕様で非冷房。104から107は強制通風装置筆で冷房準備しよう。 いずれも1968年までに冷房化された。例番台同様、道内の機動車急行のグリーン車廃止により、用途がなくなり、国鉄時代の1987年までに廃車された。1968年に製造。当初から冷房府。同時期に製造されたキロ28系300番台、301から308、500番台、501から507に、 相当する。道内機動車急行のグリーン車廃止により203は民営化前に廃車されたが、残存した2両はアルファコンチネンタルエクスプレス用改造主車となり、JR 北海道に承継された。国鉄時代の1973年にキハ27型を改造したキロ29型が道内初のお座敷車である。3両が改造され編成には、 くつろぎの相性がつけられ、単独編成を組んで、団体専用列車で運用された他定期急行車に、増結される場合もあった。大きな改造点を一家に示す。冷房は装備されず夏には市販されている、お座敷用の扇風機を客室内に設置した。特殊な編成、車両を含めて、独自塗装を施すことが当時は認められなかったため、外部塗装は大きく変更されず、 そうかに、単緑色の帯を追加しグリーン車マークを入れたのみで、ある。改造志向は、1が、旭川工場、2が、苗穂工場、3が、五稜郭工場。1984年には、苗穂工場でキハ56型を改造したキロ59型が登場した。前回の改造から10年以上経過したこともあり、以下の変更点がある。塗装は、 クリーム一号の地に赤二号の模様を入れたものに変更となり、同時にキロ二十九型も同色に塗り替えられたほか、車両個別に北海道の湖にちなんだ愛称が付けられた。1八十七年四月一日の分割民営化時にも全車承継され、JR 発足記念団体人事列車、旅立ち、JR 北海道号、上野青森箱立札幌の箱立、 札幌間に充当された。後にサブエンジン式冷房装置で冷房化されると、同時に、快速、ミッドナイト用車両と同様の白地に、緑2号の帯とアクセントの萌え木色に再度、塗装変更された。快速、ミッドナイトで運用されていた、キハ27型カーペットカーの検査時代層や、他客時の造結車として運用されることもあったが、老朽化から後継となる。 キハ4 0系改造、お座敷車が登場した後、1997年には、キロ292.3キロ592が、廃車となり1999年に、全車廃車された。1990年に、苗木工場で改造された、カーペットカーで、サブエンジン式冷房装置での冷房化と、乗務員室工法の客用扉が埋め込まれたほか、当初から、快速、 ミッドナイトと同様の車体色と、車内もほぼ一仕様で他客時には、カーペットカーの増結車として運用されることもあった。そのため形式は普通車扱いのキハ56系のままであるが、車体番号は550番内に区分された。1986年に、苗穂工場、釧路車両所、五両各車両所でキハ56型を、両運転台化改造したものである。 形式的にはキハ45系一般系グループのキハ53、型500番台に区分されたが、本来のキハ45系とは、全く無関係である。国鉄末期の当時、一両単行での運転が可能な、北海道用協力系機動車は存在しなかったことから、北海道では急行媒路線でも、普通列車についてはキハ22系。 40型など低出力の一エンジン一軸、駆動車無理をして運転されるケースが多かった。かろうじて途半できたが、著しい鈍速を免れなかった。さらに、北海道特有の事情として、冬季の降雪時には、排雪抵抗が増すため、一両で十分な輸送量しか、ない赤字ローカル線でも、上調性確保のため一エンジン車二両編成以上での、 不経済な運用がしばしば行われていた。その改善策として2エンジン2軸駆動のキハ56、型を両運転台化改造したのが本形式の本、区分番台である。改造内容を一下に示す。当初は、旭川運転所と釧路運転所、現、釧路運輸車両所に配置され、名寄本線直通急行、大雪、宗谷本線急行、宗谷、天北、佐ロ別、 根室本線急行、仮価値の増結車運用にも投入されが、早期に普通列車専用となった。JR 加護も、新名線や、薩沼線末端区間などの換算ローカル線において、多くは、単行、一両で運用された。老朽化、新名線廃止、薩沼線末端区間駅派40系400番台投入による、ワンマン運転開始に伴い、 ワンマン化改造未施行のまま1996年までに全車廃車となった。また塗装は最後までクリーム色4号と赤11号の急行色で運用された。1985年に登場したリゾート機動車、キハ591.201、キハ291。函館札幌館や高快速、ミッドナイト用として、 キハ二十七型二百番台車六両を一九百八十八年、並びに一九百九十年に改造したグループである。函館札幌間には、国鉄末期まで、函館本線をたる経由の夜行普通列車が運転されていたが、郵便、荷物列車との並結列車であったため、一九百八十六年十一月、大夜改正における、郵便、荷物列車全廃と同時に廃された。しかし その後もこの区間のエコノミーな移動手段の需要は残されており、1984年から北都交通による夜行バス、オーロラ号、現、高速函館号が運転されて、高成績を収めてた。上記の状況に危機感を抱いた JR 北海道は1988年7月から、当初は毎日運転の臨時列車扱いで、函館札幌間に室蘭本線、 千歳線経由で全車指定席の夜行快速列車ミッドナイトを新設した。ダイヤは従来からあった夜行臨時急行、スズランに沿う形で設定され約7時間での運転としたが夜行バス対抗策として旧二27型200番台に以下の改造を施行した専用車両が投入された。改造車は函館運転所、現函館運輸所に配置され、 当初は、カーペットカー、座席車、ドリームカーの2両編成で運行された。普通乗車券と指定席料金のみで乗車でき、特に、カーペットカーは横になって寝られることから評判となり、1990年には、定期列車化と多客機の3両編成運転に、対応すべく2両が、追加改造された。しかし、老朽化の進行により2000年にキハ183。 軽機動車に置き換えられ、2001年3月31日付で全車廃車となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。